最初何だっけ。みんな植物なのでしょ。昨日何違うよ。違いますよ。あ、でも置いとっていいんじゃないですか。置いてっていいけどね。譜面台も置いとってください。あとは座るだけにしてください。座るだけにしてください。4の ABCD が先ですよね。そうです。それでは後半を始めさせていただきます。よいしょ。ここですか。はい。では、じゃあ後半、まあ、ヨハネスワンの後でちょっと僕の曲やると、ちょっとなんか、僭越なんですけど、まあ、これから、後半は、植物模様という、まあ、ずっと連作を続けてまして、で、今日初めてなんですけど、そのアコーディオンと、クラの、組み合わせというか、でもさっきのリハーサル聞いたすごくクラと、まあ、さっきもそうなんですけどクラリネットとアコーディオンって意外と合いますよね。すごく音色的にも表現的にも。でまず最初はそのアコーディオンと何かソロ楽器という組み合わせでいろいろ考えていたんですけど、今日はまあそういう田辺さんをフィーチャーする感じでクラリネットが入る編成で、続けてアコーディオン曲集というふうにつけたんですけど、まあ、それから6曲まず演奏してもらいたいと思います。またその後いろいろお話しします。じゃあお願いします。はい、
オリーブの、木から取ったあのデータで作ってるんですけど、で色結構いろんな編成があって、で今のバージョンはちょうどその臨床というか、あのあるメロディーがこうやってちょうどクライネットとマリコさんのアコーディオンが音楽化するようになってて、どんどんこう文様がこう折り重なっていくというか、それでもう一つの、 あの木下さんがこうベースを作っているという曲なんですけど、まあ、こういう形で植物の、まあ、データを取るということを始めて、本当にかなり長い間、やってるんです。でこれから、まあ、最後の後を、続けて、番号をつけてまして、で今これから22とか24週とかで、今、確か26週まで来てるんですけど、比較的最近の曲で、これはアンサンブルの曲だったり曲だったりしたんですけど、ちょうどアースリズムの編成にいろいろ合わせて、今回も編曲しているものの中から、あの24から A と B、 同じ24も A と B というふうに、あの全部で、4つの、まあ、パターンというのをこれ続けて演奏します。はい、わかりました。じゃあ続けて演奏します。
Thank you.
置くとかいう形ですね。はい、であの今の曲は副題がついていて、そのハーンのひまわりという、これはハーンというのは落下のハーンですけど、あの黒澤明子の小説、怪談の有名な怪談の中で一つ短編で、ひまわりというサンフラワーという短編があって、でそれの元にして、以前アイルランドダブリンであるグループとちょっと一緒にやることがあって、その時にタグで作った曲だったんですけど、ひまわりですから、これを実際にひまわりのデータを使って作曲したものです。で、まあそういうわけで、やっぱり最近植物の種類というか、今やってるのは実はお茶をやってるんですけど、茶の植物模様というので既に3つ作って、で実は先月、あ先週か先月台湾に行ってきたんですけど、台湾茶でできないかというのを今プロジェクトでやってて、まあこれからまあどんな風にお茶あるいは植物がまたいろいろ展開していきたいなと思っていますので、また機会がありましたら今度お茶付きで植物模様をやりたいなと思います。それで、まあ、今日は今回のプログラム最後になりますけど、これももう24週もう比較的最近の曲で、これは最初のモーターフレードマンに戻るんですけど、で私自身もフレードマンに、まあ、一学期間だけでしたけど習ったことがあって、まあ、その時のフレードマンもパターンというのを非常にこだわってて、で特にフレードマンの曲の中にパターンがクロマティックフィールドという曲があるんですけど、で、まあ、そこをもじったんですけど、でクロマティックというのはまあ半音階という意味ですけど、この場合そのある音階の中にちょっと半音の要素をちょっと入れてみたらどんな風に響きとかメロディが変わるかなという、まあ、自分なりの実験をしてみようと思って、まあ、作った曲の中から、A と D という2曲を演奏していただきます。ではお願いします。
ただきたいと終わらせていただきたいと思います。何か気になった曲とかありますでしょうか。何か気になった曲ありますか。じゃあ最後に一曲だけ勝手にアコールさせていただきます。メンバー紹介を先にさせていただきます。では、あちらからいきますね。花の冠をかぶってますね。アコーディオンの山口真理子さんです。続きましてバイオリンを持ってます、岡田香織さんです。クラリネットの棚町さん。今踊りましたピアノのめぐみさん。と、作曲の藤枝守。アコーディオンの私木下でございます。はい、ありがとうございました。ではですね、もう帰りたい方もいらっしゃるかもしれませんので、短い曲だけで一曲だけやらせていただきますね。一番人気が高かった植物模様はやめといて、ワルツ、ルーハリソのワルツを一曲みんなでやらせていただきます。そう、いや、大丈夫
ションでございます。本日植物文様の、演奏会来ていただいてありがとうございました。最後になりましたけど、こちらですね、一応昨日私ニトリに行きまして、今日の演奏会のためにこの皆さんに何か森と一体になったような感じで聴いていただきたいなと思って、森をイメージして、こういうのを取り付けてみました。鳥がついているのは植物文様というイメージでございます。それとですね、演奏会の告知をちょっとさせてください。まず私の方からなんですけれども、ここ同じ場所でですね、27日でしたね、これ27日、このですね、イタリア人2人がイタリアからやってきてですね、演奏会をしたいと私に電話してくるわけでございます。でしてあげないといけないんでやってるんですけれども、お客さんを集めるのが本当に大変で、来ていただいたらありがたいなと思っております。こちらはジャズ単語で、今日みたいな静かな神秘的な響きではなくて、ノリノリの演奏会になります。よろしければ皆様お越しくださいます。よろしくお願いいたします。陽気なイタリア人でございます。はい、続きまして、これは藤枝先生ですね。はい、僕からまた、ロガレション、やっぱり今月は本当にロガレションデカみたいな感じで、今日がもう1回目で、その次がですね、来週22日に、これは冷泉荘というところの、中洲にありますけど、そこで、歌と小楽器、僕もう一つみんなと学生たちと古楽器のアンサンブルを一緒にやってて、そのグループが、珍しいロガレソンの古楽作品というのをリコーダーとかいろいろ楽器であります。この小さなこれですね。でいよいよその最後を飾るという感じで、さっき言いましたけど、さっき言わせてたんですけど、このためにアメリカからのサラ・ケーヒルというピアニストがやってきます。でサラ・ケーヒルは最もロガレソンに近かったり、特に最近はテリー・ライリーの新しい録音をしたりとか、で僕の曲も植物文様をずっとやってて、実はここではできないんですけど、東京でピアノリサイタルを植物文様やるんですけど、でこれまだ決まってないんですけど、サラ・ケーヒルにぜひ何かやってほしいなと思って今計画してますので、ぜひ。で当然ロハリソンがテーマですので、最後のワルツもそうですし、今日お聴きになった曲のようなもっとさまざまな曲、ガムランがあったり、さっき言ったピアノが3台、チェンバル1台あったりという形で、ロハレスの前方までいかないので、相当面白い曲が福岡で演奏されると思いますので、ぜひ今日はロハレスを聴きになって、また聴きたいという人がいたら、さっき冷泉荘とか、このアクロスの円形ホール、ぜひお越しいただけたらと思います。じゃあこれはまだ先なんですけど、これはもう一つプロジェクトがあって、これもアクロス AK ホールでやる、これは先できたばかりで、これは大学のご用紙の一環なんですけど、今実は博多織のプロジェクトをやってて、博多織の音で、現代舞楽というか、裏にちょっとこういう楽器 の, 図がありますけど、まさにマンダラを、織機の音で描くという、ちょっと普通ない構想なんですけど、これは先ですけど、ぜひこの興味がありましたらこのコンサートで皆さんください。じゃあ皆さんさせていただきます。はい、続きまして、アースリズムアンサンブルの可愛い小原さんのバイオリンの演奏会ですね、久留米で11月25日、と天神では11月28日ですね、ぜひお越しください。今香りに言っていただいたんですけれど、ちょうど来週の土曜日にですね、久留米の方で、あと火曜日も平日開催なんですけれど、皆さんお仕事帰りに間に合うように8時からスタートということで、天神の岩田屋から歩いて3分ぐらいのところにあるスクエアガーデンというところで、バイオリン2本とピアノ1本のライブをさせていただきます。すごいノリノリな感じで、すごく聴きやすい曲がたくさんあると思いますので、お仕事帰りにイエーイって言いたい方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、続きましてこちらの演奏会ですね、音楽家派遣メロディエン、これ演奏会じゃないせっかく皆さんお持ちなんで、そうですね、こちらですね、ピアノのめぐみちゃんがですね、会社を立ち上げたんですよね。で、はい、音楽家派遣メロディエンヌで、キリウドゴロさんの演奏家ばかりを取り扱っています。
僕は入れていただけなかったんです。僕と西田先生は入れなかったんですよね。個人宅にも喜んでいただけ、女性だけしかいらっしゃらないということで、ぜひあのパーティーなんかのご利用くださいね。続きましてこちら、これはですね、告知ではない、これ東京であるあのアコーディオのコバっていう、皆さんご存知ですかね、あの髪を金髪にして、おしゃれイズム、おしゃれ関係とかの演奏をしてた人ですね。アコーディオン生誕100周年まであの毎年やっていこうということで、あと十数回やるんですけれども、これにあの私と山口真理子さんが呼ばれまして、東京まで演奏会に行ってきます。ではこれすごいもう皆さんですね、もうノリノリなんですよ。もう爆音でですね、マイクで音とってドーンってアコーディオンの音を出して、もうすっごい演奏会なんですけども、なんとあのここでですね、私たちですね、藤谷先生の植物模様をちょっとやってみようかな。もうドキドキしてるんですけれども、どんな目で見られるのか。ジャズライブ会場に植物模様で乗り込むっていうことですからね。